にちは。今回ご紹介する本はこちらです。ちょっと見にくいでしょうか。日本人の体というこの一冊になります。この本はどういう本かと言いますと、この脳ですね、脳学の専門家の方が、書かれた本になるんですけれども、この西洋的な、例えば肩は肩、膝は膝というような、このきちんと分けたような、考え方ではなく、日本的な考えはもっと曖昧なものだというところから、車がうるさいですねというところから考えた方がきちんと、人間の体というものが理解できるというような考えに基づいているようです。でそれをきちんと考える、分けて考えるのではなく、逆に曖昧に考えることによって、日本人ならでは この体の使い方というものに気づいていくということが、つかめる一冊になっておりまして、いわゆるその体のトレーニング法とか、日本、西洋的な分類とは違う、日本的なこの体の使い方の分類というか、そしてしかもやはりこの宗教的なもの、日本ならではのこの古代からの考えというようなものにも結びつく、非常に興味深い一冊だと思いますので、この体のことに興味ある方は、この本も読んでみるのはいかがでしょうか。以上です。